バカじゃないとバカを魅了できないと思ってるんですよね。よく企業秘密とかやるじゃないですか、うん、見せれないだけなんですよ。もう隠すものなんか何もないです、うん、これ以上うまくしなくていいんじゃないかなっていう。 It was so delicious and so much food、oh.ああもう口の中でスパークしますよね。はい。っていう。目をつぶって仕上げた方がなぜか美味しいんです。なぜかは分かんないですけど。生きるために仕事をするために食べなくちゃならなかったもんだから、それがうちらのラーメンの原点なのね。もうあなたのラーメンの人生観変えますよっていうぐらいの、はい、食ってみろ。